新井明は、元日本経済新聞社社長。栃木県那須カラ山市出身。1949年、早稲田大学政治経済学部卒業後、日本経済新聞社に入社。1963年政治部長、1970年編集局長となり、取締役労務担当、常務社長室長、副社長大阪本社代表、電波担当などを経て、 リクルート事件に絡み当時の森田康社長が隕石辞任したことを受け、1988年7月、社長に就任。1991年、糸満事件初公判の冒頭陳述で検察側が、被告が日系の協力者に1000万円を支払ったと指摘した問題では、直ちに調査委員会を設置して、社内協力者が実在しないことを証明。 検察側には一歩も引かない姿勢を示して、事実上、過ちを認めさせ、言論報道機関としての日経の信用回復に全力を挙げた。1993年会長、1996年相談役。公職では、電気通信審議会委員、国際協力事業団運営審議会委員などを、歴任。1995年から2000年まで。 国家公安委員会委員。また、日本記者クラブ理事長、総代表議員会長も務めた。余暇で楽しんだのは、囲碁と競馬だった。いくつもの囲碁界に顔を出す一方、競馬は、英国の生んだ、最高の芸術と愛してやまなかった。1997年、君一等随法賞を受賞。2004年7月18日、間質性肺炎のため79歳で死去。 ありがとうございます。